この年でスーパーの品出しの店員、相変わらず冴えないやつだなお前は。そんなんでよく生きてこれたな。俺を指さして笑う男を俺はただまっすぐに見つめ返した。おい、なんだよその目。俺とお前じゃ格が違うんだよ。ちょっと何言ってるの。顔面蒼白な彼女は慌てて男を止めに来た。彼今スーパースターだよ、知らないの。俺は木村楓、今年40歳、独身。スーパーで社員として品出しやレジ打ちといった誰でもできるような仕事をして平凡で平和な毎日を過ごしている。働いているスーパーはこれといってやりがいもないが、パートのおばちゃんたちがみんないい人たちで居心地よく働けている。楓ちゃん、ほらこれうちの息子の学校で流行ってるみたいなのよ。おいしいから食べてみて。この一番長いおつぼねさんはいつもこうしてお菓子をおすそ分けしてくれるし。木村くん、またそんな菓子パンばっか食べて。ちゃんとしたの食べなきゃダメよ。これ置いとくから食べてね。惣菜担当のパートさんはいつも俺の食生活を気にかけてくれて、時折お弁当を差し入れたりしてくれる。もういい歳の俺を息子や弟のように可愛がってくれるパートさんたちのおかげで、あまり肩肘張ることなく仕事する日常。今日も仕事を終えてボロアパートに帰宅。よし、今日もやるぞ。お弁当美味しかったな。明日お礼言わなきゃ。パートさんが作ってくれたお弁当を食べながら今日のやることを確認して作業部屋にこもる。俺が特にやりがいもないスーパーでのんびりと働いているのはこのためと言っても過言ではない。うわ、もうこんな時間だ。さすがに寝ないとパートさんたちに心配かけちゃうな。仕事終わりや休みの日に作業部屋にこもっているとついつい熱中してつい朝方になってしまうこともある。特に贅沢することもなく趣味というほどのものもないが、強いて言うならこの作業が趣味であり、このために買う機材は贅沢品とも言えるのだろうか。もともと何の気なしに始めたこの作業だったが、5年ほど続けて最近徐々に芽を出し始めた。この作業が仕事で呼べるようにすらなっていた。だがまだまだ広く公表できるほどのものでもない。完全に軌道に乗るまではもう少し時間がかかる。思えば昔から俺は自慢できるものが何もなかった。勉強も運動も中の下、突き抜けてダメだったらそれもそれで面白いのだろうが、それすら突き抜けることもなかった。金持ちでも貧乏でもなく、ごくごく普通の一般家庭に生まれ育ち、何か大きな事件もなく普通の公立学校に通い、普通のエフラン大学を出た。普通を絵に描いたような俺だけど、友達だけは多かったし、クラスの人気者で愛されてもいたと思う。おい木村、やっぱお前面白いな。俺が何かふざけたりするとみんなが笑ってくれて、楽しいと思えることを共有できたのがとても嬉しかった。仕事の合間の作業のきっかけであり原動力になっているのも、俺が楽しいと思っていることで誰かを楽しませたいからだ。そんな俺でもあまり仲良くなれない奴はいた。小暮健太郎、小中と同じ学校に通った同級生だ。実家は金持ちで父親が大きな会社を経営していて、母親は大学の教授。兄貴たちも名前の知れた高校大学に通う典型的なエリート一家の三男坊。その血筋もあってか文武両道、テストは常に学年1位だし、部活や体育祭でもヒーローだ。だがこいつはそのことを鼻にかけたいけすかないやつで、いつも何かと突っかかってくるので俺は苦手だった。テストの成績が出る時には、木村お前今回のテストどうだった、俺は当たり前に学年トップだけどお前はそろそろ俺に追いつけそうかと勝手に成績表を覗き込み鼻で笑い、体育でもことあるごとに、おい今のシュート見たか、お前にはできないだろうけど。とにかく何でもかんでも俺のやること全てに突っかかって俺を見下していた。俺とお前じゃ格が違うんだ、へーへーボンボン。貧乏人の無能なお前は一生俺のような天才にはなれないよ、格差って残酷だよなといちいち嫌味を言ってくるので、中学に上がる頃にはもう慣れて気にならなくなってきた。本当にあいつは何がしたいんだ。俺あいつに何かしたことあったかな。
時々訳がわからなくて頭を抱えることもあったが、気にしてもしなくても小暮は躍起になって俺に些細な嫌がらせをしてくるので半ば諦めていた。そんな小暮からの嫌がらせにいつも仲裁に入ってくれていたのが学級委員長の山田美希だった。分厚い眼鏡をかけたいかにも優等生というような女子で、見た目は地味だがはっきりと物を言うタイプで、小暮が俺に嫌がらせをするのを見るたびに、またそんなしょうもないことをしてやめなよ、木村くんも嫌なら嫌って言わないと、と止めに入ってきてくれていた。彼女は正義感の強いタイプなので、俺のことが好きだとかそういうことではないのだろうが、小暮にはそれが面白くなかったようで、その場はあんなブスに好かれてるからっていい気になるなよなどと言いながらどこかへ行ってしまうものの、嫌がらせが止むことはなかった。小暮はいつもこんな調子なので、クラスでもいつも孤立しがちだった。周囲にいるのは小暮の権力に群がる取り巻きばかりで、少しかわいそうだなと思うこともあったが、身から出たサビだ。俺が気にすることではないし、こちらから積極的に話しかけることもなかった。それでもめげずに嫌がらせをしてくるのだから、大したメンタルの持ち主だと思う。ある時俺の自宅に一通のハガキが届いた。同窓会の案内だ。あまり気は進まないが、旧友から絶対に来るようにと念押しの電話が来たので行くことにした。実のところ旧友たちに会いたい気持ちがないわけではないが、家で作業をしている方が楽しいし、何よりこれについてとやかく言われるのが嫌だった。ようやく軌道に乗りつつあるのだ。余計な心配事を増やしたくはない。そして当日、同窓会へ顔を出すと、かつての旧友たちがすでに集まっていた。おう、木村、遅かったな。元気だったか？元気だよ。お前らは？旧友たちの多くは結婚し、子供もいる。自然と家庭の話になり、どこか疎外感すら感じた。木村は？結婚とかしないのか？相手がいないし、今は今でそれなりに充実してるからね。通用があんなって。どうせ結婚もできずに寂しい毎日だろう。後ろから聞き覚えのある嫌味が飛んできた。小暮、お前も相変わらずだな。小綺麗なスーツに身を包んだ小暮が急に割り込んできた。旧友たちも乾いた笑いで目を見合わせていた。お前らこいつが今どんな仕事してるか知らねえの？スーパーだよ、スーパーの店員。別に仕事は仕事だろ。ああ、誰にでもできる仕事だな。そんな程度の仕事しかできないで惨めじゃないのか？一気に周りの空気が重くなる。いい年してスーパーの店員か。相変わらず冴えないやつだな。おい小暮、いい加減にしろよ。友人の精神も虚しく、小暮は偉そうに続ける。そんなんでよく生きてこれたよな。俺なら惨めさのあまり生きることさえできないぜ。小暮の止まらない闇に言い返す気にもなれず、俺はただただ小暮を見ていた。こうなるのならやはり同窓会なんて来なければよかったな。おい、なんだよその目は。生意気だな。俺とお前じゃ格が違うんだよ。そうして小暮が俺を鼻で笑うと、ちょっと待って、何を言ってるの？一人の女性が顔面蒼白で慌てて駆け寄ってきた。こんな女子クラスにいたっけ？と記憶を手繰り寄せる。お前、山田か？山田美希。ふふ、そうだよ、久しぶりだね。あまりの変わりようにパッと見では気づかなかったが、小暮の嫌味や嫌がらせを止めに来てくれるのはいつも彼女だった。彼女は分厚い眼鏡をコンタクトに変えて、かなりの美女へと変貌を遂げていた。ごめん、あまりに昔と違って一瞬わからなかった。だよね、でも気づいてくれたじゃない。にっこりと微笑む彼女に俺は頬をかいた。するとイライラしながら小暮が割り込んでくる。なんなんだよお前、いつもいつも女に守られて情けねえやつ。小暮くんこそ相変わらずなのね。それを知らないの？木村くん、今は人気 YouTuber よ。小暮はポカンとしていたが、すぐに腹を抱えて大笑いしだした。こいつ大人気 YouTuber？ 何言ってんだよ。そもそも YouTuber が何なんだよ。やっぱりキムキンって木村だったのか。俺の息子がファンなんだよ。俺の娘もだ。娘にサイン書いてくれよ。あっという間にちょっとしたサイン会になってしまったのを見て呆然とする小暮。わかった、子供たちにいつも見てくれてありがとうと伝えてくれ。照れくさい気持ちもありつつも、
やはり娘が息子がファンなんだと聞くとやはり嬉しく思う。俺はちゃんと人を楽しませる投稿ができている、ちゃんとやりたいことができている、そう実感しながら旧友たちへサインと写真の対応をしていた。ふと輪の外を見ると山田美希はこちらを見て少し申し訳なさそうに手を合わせて小さく謝っていた。彼女の言う通り、俺は今エンタメ系 YouTuber キムキンとして10年ほど前から活動している。世間から YouTuber として認識されるようになったのはここ5年ほどの話で、最初は趣味半分で投稿していたヒューマンビートボックスが海外を中心にバズったことが始まりだった。そこから歌やゲーム商品紹介など手広くやって、今は子供を中心に幅広く見てもらえるようになった。まだ YouTube 投稿が趣味でしかなかった頃から応援してのびのびやらせてくれていたスーパーの店長やパートさんたちには感謝をしているし、何より居心地がいいのでしばらく続けていたが、チャンネル登録者が10万人を超えたあたりから YouTuber としての仕事も増え忙しくなってきた。さすがに体力的にもきつくなってきたし、こんなにたくさんの人に見てもらえるのならもっと本腰を入れて動画を作りたいと思っていた。チャンネル登録者が100万人を超えたらスーパーの仕事は辞める、店長と相談してそう決めていた。そしてつい先日100万人を超えたのだ。スーパーのみんなは寂しくなるねと言いつつ祝福をしてくれて背中を押してくれた。今後は YouTube だけで生きていく。ごめんね、隠してた？同窓会大騒ぎになっちゃった。後日俺は山田美希と食事に行った。いや大丈夫だよ、別にキムキンが俺だとみんなには言ってなかったけど顔出しはしてたし、遅かれ早かれバレてたさ。そしてお互いの変化と近況を話しながら食事を楽しんだ。私有名人になった木村くんが変わってなくてなんか安心したの。彼女がふと切り出した。え、どういうこと？人って注目を浴びたり影響力を持つと変わってしまう人が多いじゃない。木村くんは全然そんなことなくて、本質はクラスの人気者のままだって安心したの。そりゃそうだよ、今でこそ仕事として成り立ってるけど、もともとは趣味の一環でしかなかったし、仕事にできたのもつい最近だ。急に褒められて照れくさくなった俺はそっぽを向いた。でも好きを仕事にするのって難しいよ。しかも木村くんは全く新しい道を自分で開いたじゃない。彼女は俺をまっすぐ見つめて微笑んだ。なのに同窓会であんなこと言われても黙ってるんだもん。俺はお前と違って影響力があるんだぞって言ってもいいくらいの有名人なのに。そう言っていたずらに笑う彼女はなぜか誇らしげだった。木村くんのそういう余計な権力を振りかざさないところ私は好きだよ。皆さんこんにちは、キムキンです。今日は久々の雑談配信なので、視聴者さんたちの質問とかお悩みでも聞いていこうかな。とある日俺は配信でいつものように視聴者さんとの交流を楽しんでいた。みんなそれぞれ悩みがあるんだなとか、え、本当に？もうそんなに経つのか、おめでとう。新天地でも君らしく輝いてね。この前卒業したっていう視聴者さんがもう中学を卒業すると聞いて、積み上げた時間をかみしめて感慨深くなっていると質問が一つ目に飛び込んできた。俺は両親も兄弟も優秀なエリート家系で生まれ育ってきました。俺にはそれが全てだったし、それだけを糧に生きてきました。けれど俺の知人は勉強も運動も何もかもダメで、それでも今大成功しています。俺とあいつは何が違うのでしょうか。小暮だ、俺は直感した。あいつもあいつで家のしがらみに悩んでいたんだろうか。人生はね、マラソンみたいなもんだよ。それもゴールのないね。自分の置かれた環境やレッテルに縛られずに常に新しいことにアンテナを張って努力をすれば人は何者にだってなれるよ。好きなことで生きていける。だけどそれを愚直にできる人って少ないなって俺は思う。だからそこが君と彼との違いなのかもしれないよ。なんとなく自分の中のわだかまりが解けた気がした。じゃあ今日はこの辺で。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。また明日。小暮からの質問があったあの配信から数日、見知らぬ電話番号から着信があった。もしもし。なんとなく知り合いの予感がして恐る恐る電話に出る。あ、俺小暮だけど。予感は的中した。近いうちに小暮から何かアクションがあるような気がしていたのだ。かつての小暮は確かに金持ちで
何でもできる嫌味なやつだったが、何でもすぐに行動に移し、言い訳をせず努力をするようなやつでもあった。この電話番号、山田から聞いたんだ。急に連絡して悪かった。でも俺、どうしてもお前に今までのことを謝りたかったんだ。しどろもどろ、言葉を詰まらせながら、ゆっくりと小暮は話す。気にしてない、と言えば嘘になるけど、もう昔のことだ。少しの沈黙の後、小暮は切り出した。今度俺に少し時間をくれないか？お前が今どれだけ忙しいのか、俺には想像がつかないけど、やっぱりちゃんと直接謝りたいし、お前に話したいこともあるんだ。いつものような勢いはなく、でも覚悟をにじませた声だった。わかった。じゃあ、週末、俺は小暮ととある個室のレストランにいた。悪いな、こんなところに呼びつけて。この前と違い、きれいめだがラフな格好で小暮は現れた。まずは、今までのこと、本当にごめん。悪かったと思っている。言い訳に聞こえるかもしれないが、俺はずっとお前が羨ましかったんだ。そうして小暮は頭を下げた。いいよ、本当にもう気にしてないんだ。あの質問お前だろ。あの質問をもらって俺も気づいたんだ。お前もお前の中で何かあったんだろ。そうして俺たちはお互いの関係の修復に乾杯をした。食事をつつきながらゆっくり懺悔をするように小暮はこれまでのことを話してくれた。さっきも言ったけど、俺はお前がずっと羨ましかった。俺には自由で、いつもみんなの中心で楽しそうに笑ってるお前が眩しかったんだ。エリート家系なだけあって、家がかなり厳しく抑圧されていたこと。すべてにおいて一番でないと許されなかったこと。ただの幼稚な八つ当たりだったんだ。自分が親に認められないことに対しての苛立ちや、クラスの中心でみんなを笑顔にするお前への妬み、親の期待に応えられず、クラスでも孤立する自分の情けなさ。俺にあるのは、ちっぽけなプライドだけだった。あの頃俺に言っていた嫌味は、全部自分が、父親や兄弟たちに言われていたことの裏返しだったようだ。話しながら、小暮はちょっと泣いていた。ダサいよな、俺も、お前みたいになりてえよ。こんな、弱々しい小暮を見たのは初めてで、俺は思わず吹き出した。何言ってんだ。お前は持ってるもんは持ってるじゃないか。あとはやるかやらないかだろ。その後はああだこうだとお互いの話をしながら、最初は弱々しかった小暮にいつもの勢いが戻ってきた。俺もお前みたいに好きなことで生きていきたい。いろんな楽しいことをいろんな人と共有できるようになりたいな。最後は晴れやかな顔で宣言し、覚悟を決めたようだった。頑張れよ、応援する。固い握手を交わしてその日は解散した。あれから数年、小暮も YouTube を始めて、チャンネル登録者はいつの間にか100万人を超えるトップ YouTuber の仲間入りを果たしていた。はい、どうも、ケンタです。今日の企画は、持ち前の狡猾さと金持ちキャラで一定数の人気があるようだ。心なしか生き生きとして見える。最初の頃は過激な企画や発言で時折炎上もしていたが、それも乗り越えて、今では忖度なしに正直に何でも意見する。YouTube 界のご意見番のような立場を確立していた。ここまで来るまでに相当の努力と研鑽を重ねたに違いない。ふん、この程度俺にはたやすいよ。お前とは格が違うからな。言い方は相変わらずだが、前のような嫌味は感じられない。俺も負けてられないな。チャンネル登録者数も1000万人目前で、俺はいつしか YouTube 界のドンと呼ばれるようになった。俺が始めた頃と比べてYouTuber というのも注目を浴びるようになっていた。多くの後輩が出てきては才覚を発揮している。小暮はというと、絶対にいつかお前を超えてみせると息巻いており、俺もますます気合が入る。今では時々食事をして意見交換をしたり切磋琢磨するいい関係だ。そして何より、俺自身にも変化があった。支えてくれる、守りたい大切な人ができたのだ。ミキは今、妻として、秘書として、公私共に支えてくれている。あの同窓会以降も何度もデートを重ね、気づけばプロポーズしていた。今ではある程度休息を取りつつ、相変わらず忙しくも充実した日々を送っている。皆さんこんにちは、キムキンです。今日は少し大事な話をしようかなと思います。俺は画面の中から夢あるみんなに伝えたい。誰でも熱意と覚悟があれば、ちょっとの努力で好きなことで生きていける。平凡な人生を送ってきた冴えない俺でも、厳しい家庭で抑圧されて生きてきた小暮も、
そして今、画面の向こうでこれを見ている君も、君の今、やりたいことは何だろう。どういうふうに生きていきたいか。君の行動で、いくらでも未来は変わる。君は何者にだってなれる。どうせ自分なんて、そんなふうに思わないでほしい。俺は君が、みんなが納得のいく未来を、人生を生きていけるように祈っている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。うるせえよ。雑用は黙ってろ。うちのレストランに某有名料理評論家が来店すると分かった日、僕にも何かできることはないかと気合を入れていたところ、そんな言葉が飛んできた。そうは言っても、料理長であるコックの腕は誰が見てもいまいちなのだ。今回料理評論家には酷評を受ける可能性がすこぶる高いと思われた。しかしそんなことはつゆとも知らぬ料理長たち、彼らは自分の力を過信しているのだ。もう少ししたら彼らは真実に直面することになるだろう。見下してきた人に自分より腕があったとしたら、彼はどんな表情をするのだろうか。都会から少し離れた場所にある閑静な住宅街、数々の名店が軒並み名を連ねる高級レストラン街まで車を15分くらい走らせたところにあるこの土地で僕は生活している。そのレストラン街はというと、テレビ番組でしょっちゅう見かける高級イタリアンや芸能人御用達の老舗割烹店など、どのお店をとっても文句のつきようがないくらい上品で落ち着いた佇まいである。これらの洗練された空間は来る者を癒す効果があるようだ。来店した人たちは皆、おいしい食事と有意義な空間に腹と心の両方を満たして帰っていくのだった。そんな名だたる名店たちから少し離れたところに、個人経営のフレンチレストランが一軒、白を基調しながらもどこか温かい印象を与えるこの建物が僕の職場だ。僕、篠原智樹はフレンチレストランで働く料理人である。と言っても正確には料理人の見習い、少し前から新人としてこのお店で働くことになったのだった。はじめまして、今日から働かせていただきます、智樹です。よろしくお願いします。出勤当日、僕はそう言いながら大きな声で挨拶をした。初出勤ということもあり、少し緊張しているのが自分でも分かった。そんな僕を店のオーナーが改めて先輩料理人たちに紹介する。新しく入ったアプランディだ。アプランディというのは見習いという意味の言葉である。日本語ではなく、あえてフランス語を使うところが、僕はなんだかかっこよくて好きだった。その言葉を筆頭に次々と挨拶が行われていく。フレンドリーさが魅力であるこの職場では、みんな名字ではなく名前で呼び合うのだ。次々に飛び交う名前を聞きながら、僕はなるべく早く覚えようと思った。そんな中、ひときわ目立つ大きな音でチッという舌打ちが辺りに響き渡った。何事だ？とっさにそう思い、音のした方を見る。すると、聖火長を務めるやんちゃそうな若手の男性と目が合った。どうやら舌打ちの出どころは、この気だるそうな顔をした彼のようだ。さらに彼は、はぁとため息をつきながら、素人かよ、減らねえな、と小言をこぼした。おいおい、ソータ君。オーナーはそんな聖火長をいさめる。ソータと呼ばれた彼は、注意を受けたことにもう一度ため息をつきながら、改めて軽く挨拶をしてきた。そして一息つく間もなく、今度は少し偉そうに自分の凄さを語り始めた。何でも常に周りからは天才と呼ばれているとか、専門学校では先生に高く評価されていたとか、大体そんな感じのことだった。僕はとりあえずそれらの言葉を聞きながら相槌を打ち続けた。
若干めんどくさいなと感じていたのも事実だが、初日ということもあって、先輩からの言葉は全部ありがたい言葉として受け取ろうと思ったのだ。そんな気持ちの僕をよそに、聖火長の蒼太さんは言葉を続ける。まあ、俺を見習って、せいぜい戦力になれるくらいまでには成長してくれよな。これからは特別に俺の助手にしてやるから。高らかにそういう顔は僕のことを見下したように半笑いだった。それに続いて、今度は若い料理長の自己紹介が始まる。見た目は落ち着いており、随分と真面目そうな印象を持つ男性。しかし、いざ喋ってみると、彼もなかなか上から目線な態度だ。軽くこちらを一別した後、冷徹そうに口を開く。まあ、その年だから、体力的にしんどいだろうけど、せいぜい頑張んな。目線を合わせないで発せられたこれらの言葉は、とても冷たく感じた。僕は身震いしながら、頑張ります、と言うしかなかった。こんな感じで横暴な物言いの聖火長と料理長に驚いたものの、なんとか無事初日の挨拶が終了した。新人である僕に同情するように、周りのコックたちは苦笑いを浮かべていたのだった。それからというもの、人気店なので忙しくなるだろうな、とは想像していたが、僕の想像は大きく覆った。なんと想像のはるか上を行く大変な日々が始まったのだ。あの日から僕は料理長と聖火長にこき使われるようになった。例えば毎朝早くから仕込みの作業をさせられたり、ひたすら皿洗いをしたり、一日中掃除をさせられたり、見習いとはいえ、いわゆる雑用ばかりを押し付けられる日々になった。とはいえ、これも無理やり修行の一環と思えば耐えられないこともない。しかし、二人はこういった肉体的な嫌がらせ以外にも、精神的な苦痛まで与えてきたのだ。断るごとに文句を言ってきたりするのは日常茶飯事。普通のスピードで業務を行っていても、トロトロするな、早く終わらせろ、と怒鳴られるのも当たり前だった。必要以上に催促をかけられている僕は、他のコックたちよりも明らかに多くの小言を言われているのだった。そんなある日のこと、この日のディナーの仕込みを終えた後で、料理長と聖火長は休憩のために厨房を離れることとなった。二人がいなくなったことで、ふうと一息をついていた僕。ちょうどその時、周りの若いコックたちに声をかけられた。大丈夫？心配そうな顔でこちらの様子を伺う先輩コックたち。僕はため息混じりにうなずいた。すると彼らは僕の方に歩み寄りながら続けて、あの二人あんなんだから、精神的に辛くなったら無理しないようにね、と言った。予想外の優しいセリフに目が丸くなるばかりで声は出ない。そんな僕を見て隣の男性も、俺たちもフォローするから頑張れるところまで一緒に頑張ろう、と言ってくれた。この職場に就職してからは、冷たく当たってくる上司二人のせいでしんどいことが多い日々だったが、僕のことをちゃんと見てくれている人はいるらしい。二人以外はみんな優しくて、今の僕の状況に同情してくれているのだ。励まされたことで少し元気が出た瞬間だった。こういう感じで大変なことが多いこの職場だが、働き始めておおよそ半年が経過した。相変わらず激務であることは間違いないが、そういった大変さにも慣れつつある状況だった。そんな中、毎日の勤務をする上で気づいたことがいくつかある。それはこの店のコックたちの大半はまだ経験が浅い人たちばかりだということ。それに加えて、皆今の料理長と聖火長に対してかなり不満を募らせていることも感じ取れた。どうしてベテランと言われるコックが少ないのだろうか。素朴な疑問を感じた僕は、その理由をオーナーに尋ねてみた。すると彼は気まずそうな顔をした後、人手不足で、と答え始めた。詳しく聞いてみると、
どうやら急な人手不足を解消するために急いで若いコックを雇い入れてしまったらしい。その時はなんとかなるかと思ったそうだけど、実際はそんなにうまくはいかず、ベテランがいなくなったことで店の味も落ちてしまったことを痛感しているとのことだった。そのせいで最近は客足もどんどん減っていってるんだ。本当にどうしたもんかとの悩みをしみじみ打ち明けるオーナー。大きなため息を漏らす彼の前で僕も店の将来が心配だなと憂いをつぶやくしかなかった。そんなある日のこと、僕たちのレストランにあるビッグチャンスが飛び込んできた。というのも急に珍しいお客さんが予約を入れてくれたのだ。それはというと、今巷で有名になっている料理評論家の夏目食べ子先生。小説家でもあり料理研究家でもある彼女は食の世界に対する造詣が深かった。そんな人がやってくると知って厨房内は大盛り上がり。若手コックたちは皆頑張ろうと張り切って調理台の前に立っていた。中にはいつにも増してやる気満々な様子で、手伝いますと積極性を見せる人もいた。僕が就職してからというもの、こんなに覇気のある厨房は初めてだった。しかし二人の料理長はそれらをすべて否定した。何かできることはないかと気合を入れている若手コックの前で、お前たちの手を借りる必要はないと二人揃って言ったのだ。そればかりではない、料理長たちは、お前らは実力不足だから帰って足手まといだとまで言い出す始末。ニタニタと小バカにしたような様子の口調にははっきりと嫌味がこもっていた。だからといって若手コックたちが何もしないわけにはいかない。なんといってもこれは失敗することが許されない大チャンスなのだ。経営が傾きかけているこのレストランにとっては失敗が許されない予約に思われた。でもと僕は口を開く。当日は予約も多くて忙しくなるかと思います。みんなで協力した方が良いのでは。しかし料理長たちは僕のセリフには聞く耳を持たない。挙句の果てには、うるせえよ、雑用は黙ってろと言われたのだった。そうして訪れた予約当日、夏目先生は女性を一人連れて来店していた。夏目先生たち二人にはまず来店時間に合わせて用意してあったアミューズが提供された。ちなみにアミューズは前菜のことだ。こうした一大イベントを前に厨房では二人の料理長が夏目先生たちに出すフルコースの調理にばかり集中していた。しかしフロアにいるお客様は何も夏目先生だけではない。何組かのお客様がそれぞれメニューを頼んでいるのが現状だ。つまり本来は料理長の二人が中心となって厨房を回さなければいけない状況なのだ。それなのに二人はこっちのことは完全に無視。そうするとおのずと若手コック陣の連携プレーにも支障をきたし始めた。司令塔が不在であるせいでうろたえたり慌てたりするコックたちも出始めたのだ。厨房はまさしくてんやわんやな状況だった。何かできることはないだろうか。僕は見習いなりにも頭をフル稼働させながら彼らのフォローに入った。皿の用意をしたり盛り付けをしたり、出来上がったものをウェイトレスに渡したり、見れば見るほどしなくちゃいけないことはたくさんあった。僕は大きな仕事はできないので全体を見渡し、厨房の流れを良くすることに専念することにした。少しの変化で詰まりかけていた厨房の回転が少しずつスムーズになっていくのがわかる。若いコックたちの業務が円滑に行われるように、僕は僕なりに仕事に精を出したのだった。こちらがそろそろ落ち着きそうだなと皆が思い始める頃、料理長と聖火長はついにコース全体の仕上げの段階に入った。順番に出せる状態になると、いよいよ提供へ。はじめにスープ、そして魚料理、ソルベ、肉料理と次々と料理が提供されていく。一品一品出されるたびに僕たちは緊張の渦を大きくさせていた。僕たちのレストランでは構造上厨房から彼女たちのテーブルは見えない。
なのでどんな評価をもらっているかは正直定かではない。しかしなんとなくあまり良い評価を受けていないのだろうなとの予想ができた。というのも提供が終わったウェイトレスたちの表情があまり芳しくなかったのだった。その反応を見て僕は心臓が縮み上がる気持ちになった。しかしその反面、厨房では料理長と青果長が自信たっぷりな様子で調理を続けている。もうここまで来たら僕たちも料理長たちを信じるしか道はなかった。そんなこんなでコースも終盤に差し掛かり、作業も落ち着き始めたところで、やっと余裕が生まれた厨房では料理長たちによる雑談が始まった。内容はおおよそ2人の自慢話合戦。それに加えていつものように僕たちへの嫌味も交えられていた。今のこの店にいる連中はダメだ。ノロマばっかりだ、使い物にならない、センスも悪い、などといったひどい言いよう。これに対して若いコックたちは表情を歪めており、イライラしているのは火を見るより明らかだった。僕は彼らをなだめたり落ち着かせたりしながらやりきれなさを感じていた。そうして最後まで提供し終えると、今度はウェイトレスが顔色を悪くしながら厨房に入ってきた。何事だと思って要件を聞いてみると、彼女は震える声で、今日の料理担当を呼んでくるようにとのことですと言った。僕たちは皆で視線を交える。個人的には嫌な予感に拍車がかかっていた。しかしそんなことは全く感じていない様子の料理長たち、二人揃って、賞賛の言葉に違いないと、ご機嫌な様子でテーブルへと向かっていったのだった。二人が厨房を離れた後、ずっと我慢していたコックたちが、ぽつりぽつりと二人の愚痴をこぼし始めた。俺たちと大して技術も変わらないのに、傲慢すぎると思うよ。あの二人がシェフになってから、明らかに店の客足が落ちたもんだ。クオリティの低下は経営がダメだからと、責任を全部オーナーに投げつけるようなことを言ってたよ。などなど、皆普段はあまり口にしないが、積もる不満を抱えている様子。あの二人のせいで、店の味が悪い方に変わった。と嘆く人の後には、この店をやめようか。と考えている人もいるくらいだった。こんな不満続出な現場を見た僕は、ため息が止まらない思いだった。料理という最高に楽しい仕事、それでどうしてこんなにやるせない思いを味わうことになるのだろうか。僕は何も言えず黙って調理場に立った。げんなりした表情のみんなの前で包丁を握る。ここに就職して初めての行動に若いコックたちは、何をするんですかとポカンとしていた。今日のお客さんもほとんど帰ったことだし、特別なまかないを作るんだ。みんなにもぜひ食べてほしいんです。どんよりとしている空気を和ますために努めて明るく答えた。そんな僕をコックたちは温かな目で見守ってくれたのだった。一方、夏目先生のテーブルまで呼び出された二人のシェフ、自信満々な予想とは裏腹に彼らは驚くほど酷評されていた。絶対に褒められると思い危機とした様子で先生たちに感想を尋ねたところ、ひたすらにダメ出しをされたのである。構成がなってないし味の調和も取れていない。それ以前に全てにおいて調理の技術が未熟で美味しくないとまで言われていた。挙句の果てに彼女は、以前までここにあったあの優しい味は完全に失われていたと悲しそうな表情をあらわにしていた。そんな先生の言葉に対して受け入れることができない料理長たち、二人のシェフはあろうことか寄ってたかって彼女に文句を言い始めた。俺たちの料理が美味しくないはずがないだろう。そうだ、ただの好みの問題だ、他人のせいにするなと言って怒声まで浴びせる始末。そんな二人を見て夏目先生は呆れたようにため息をついた。こうした怒声などの異常に気がついたオーナー、
彼は急いで先生たちのテーブルへと向かった。どうされましたか？その時は初めて料理長たちが夏目先生に声を上げていることを悟ったオーナー。みるみる顔色の悪くなる彼は、そそくさと夏目先生と付き添いの女性に対して頭を下げて謝罪を始めた。この様子は僕は遠目からある程度見ていた。なんだかまずいことになってきた。このままではこの店は潰れてしまうかもしれない。そう思った僕はいても立ってもいられなくなった。そして意を決して近くのウェイトレスを厨房の方へと手招きしたのだった。僕の行動に気がついたウェイトレスが駆け足でこちらの方へと向かう。そこで僕は彼女に料理を渡して提供するように伝えた。え？今ですか？と困惑するウェイトレス。僕が大きくうなずいててもまだ迷っている様子だった。しかしこれ以外にできることはないと考えたのか、彼女はこちらを向いてしっかりとうなずき返す。そして3人分の料理をそそくさとテーブルへと運んでいった。こうして料理を運ぶまでの間、夏目先生はオーナーと少しだけ会話をしていた。君の祖父の代からの味が失われるなんて悲しいことだわ。申し訳ございません。私は先代料理長の頃からの常連なのよ。でもまあその頃の私はまだ無名だったわ。デビューを果たした後は仕事が一気に増えてなかなか店に来れなくなってしまってね。それで今何年かぶりだけど久しぶりに時間ができたからまた来ようと思ったのだけど、どうやら昔常連だった彼女は先代の料理長が倒れたことを知らなかったようだ。その上店の味が悪い方へと変わった挙句、前まであったお気に入りのメニューがなくなっていたことに深く胸を痛めているようだった。こうした言葉に対して思い当たる節のあるオーナーは返す言葉がないのだった。この気まずい沈黙の後、意を決したウェイトレスが彼らの前に料理を運んでいった。なんだ？と思っているオーナーたちをよそに目を大きく見開く夏目先生。そしてただ一言、キッシュとぽつりとつぶやいた。先生はそのまま無言でキッシュを受け取り、一口そっと口に運んだ。そして今度は目を閉じ、ゆっくりと咀嚼を行った。味わうこと以外何もない時間、そんな無音の時間が少し経ってから目を開けた先生の目尻から一縷の涙がこぼれた。そう、これよ、この味なのよ、と言い、もう一口、さらにもう一口と、みるみるうちに食べる夏目先生。残り二皿は先生の付き添いとオーナーに渡された。若干緊張した面持ちでキッシュを受け取ったオーナー。彼は恐る恐るそれを口に入れ、そして目を見開いて驚いた。それもそのはず、そのキッシュこそが店のメニューから姿を消してしまった幻の一品だったのだ。先代の料理長が病に倒れ代替わりしたのをきっかけに食べられなくなったもの。夏目先生は先代料理長の頃からいつもこのキッシュを頼んでいたのだった。もう食べられないと思っていた料理をもう一度食べられたことで感激する先生。さっきまでの重く暗い空気はどこへやら、幸せそうな表情を浮かべ笑みがあふれていた。そんなところへ先生たちのもとへさらにもう一品の料理が提供される。これは僕が2品目に作ったオリジナル料理、いわゆる僕のスペシャリテだった。これを食べた先生は全てを理解した様子でさらに満面の笑みを浮かべる。そしてまたもやウェイトレスを招き、料理を作った人を呼んでくるようにと言った。こうして皆が揃うテーブルに呼び出された僕。夏目先生は僕の顔を穏やかな表情で見ながら、2品目を食べてすぐにあなただと分かったわと言った。やはりバレてしまいましたか。思わずこちらも笑みがあふれる。
僕のことをよく知っている夏目先生のことだから、当然といえば当然だった。というのも、実は僕はこの店の先代料理長の息子であり、オーナーの兄なのだ。父の背中を見て育った僕は、順調にコックへの道に進んだが、実家の店の味をさらに良くしたい一心で、単身でフランスのパリに渡って修行を積んだ。修行先はパリでも有名な三つ星レストラン。そこで僕は10年ほど修行を積んだのだ。料理人としてやっと一人前になったかと思った矢先、父の病のことを聞いて急いで帰国してきたということだった。この経緯を僕はすべて夏目先生にお話しする。久しぶりに会った人たちに近況報告を話すかのごとく自然な会話だった。しかしそれを聞いて顔面蒼白になった人物が約2名いた。そう、料理長たちだ。彼らは僕の言葉に驚き、まさしく開いた口も塞がらない様子だった。そんな2人はさておき、先生は、あなたが帰ってきたのならこの店の味も失われずに済むわね、と安堵の表情を見せる。僕はただ黙って微笑むしかなかった。ちなみに先生と一緒にいた人は先生専属の編集者である。これは僕も知らなかった。店から出る際に名刺を渡されて判明したのだった。夏目先生たちが帰った後、この事情のすべてを知ったコックたちは全員仰天していた。しかしただ驚いているだけではない。彼らは口々に、本物の技術を持った人にこの店を導いてほしいと言い出したのだ。そんなそんなと謙遜しようとした僕をオーナーも止める。どうやらオーナーである弟も同意見とのことだった。みんなのためにも俺たちのレストランのためにも頼むと全力で頭を下げて頼まれたらもう断ることはできないだろう。僕はこの日から新料理長として厨房に立つことになったのだった。しかしこの時の僕には正直言ってまだ不安があった。それはフランスに修行に行ったもののスペシャリテが完成する前に帰国してしまったからだ。実力に対してほんの少し不安があるのが正直なところだった。その上、元料理長の二人は僕が新料理長となることには大いに不服のようだ。親の七光と揶揄されることもしばしばだった。しかし特に気に留めなかった僕は、彼らの前で惜しげもなく高度なテクニックを披露してみせた。また時にはオリジナリティあふれる品々を何度も作り出したりした。僕のこういった姿は彼らにとってかなりの衝撃をもたらしたようである。いつしか自分たちの実力のなさを知った二人は謙虚な姿勢で僕のもとに来て、そして見習いからやり直したいと申し出たのだった。もちろん僕は彼らの言葉を受け入れるつもりだ。しかしこれから一緒に頑張ろうと伝える前に一度二人の過去について聞いてみることにした。彼らは語りにくそうにしながらもゆっくりと自身の過去を振り返り始めた。どうやら二人のシェフが上から目線になってしまったのは前の職場の影響のようだ。その店はまだレストランとして軌道に乗り始めて浅い店舗で、圧倒的に全体の実力が足りなかったそうだ。そこで二人のシェフは若くしていい立場に就いたらしい。新卒数年の短期間で副料理長といった地位を得たためにこの時点で思い上がってしまったということだった。そこで数年の経験値を獲得した二人だが、ある時からか、もうこの店でできることは何もないと思い至るようになったようだ。二人してさらに給料のいい店に移ろうとのことで転職をしたのだった。しかし今の店もいろいろあって、ベテランや腕のいい料理人が欠けていたタイミングだった。彼らは働き始めて周りの経験の浅さに驚き、なんだ料理の世界にはまともな人間がいないのかと周囲に絶望してしまったのである。その結果がこれだ。自分たちこそ優れた料理人だと思い上がった二人は、若くして周囲の料理人をすぐ見下すようになってしまったのだ。
だから僕も新人の料理人として入ってきた瞬間から見下されていたのか。普通はこれまでの経歴とかを聞いてもいいもののと不思議だったのだが、この話を聞いて納得する気持ちだったけど、俺たちあなたの調理技術と指揮を見て感動を覚えたんです。今までの高圧的な態度はどこへやら。二人は誠心誠意といった様子で働くための熱量を伝えてきた。ここ数ヶ月で料理人の中にもちゃんと素晴らしい技術を持つ人がいることを知ったんです。ようやく自分たちが心から尊敬できる人と出会うことができました。だからこれから見習いからでもいいからやり直させてください。そう言って二人揃って深く頭を下げてくるのだった。こうして新しいチームとして生まれ変わったこのレストラン、失われた味も徐々に戻り、そこへさらに磨きがかかったことでお客さんたちの反応もガラリと変わったのが分かった。そして後日、また来店した夏目先生とあの時の付き添いの女性が書いたグルメガイドのおかげで知名度も一気に上がっていったのだった。この名実ともに有名となった今の現状を僕はものすごく嬉しく思う。思えば10年前のこと、僕たちのレストランはまだ無名の状態だったのだ。そこに変革をもたらすためにも、僕はフランスに渡り料理修行をする決意をした。もちろんフランスで生活するためには言語も必要だ。だから僕はフランス料理の勉強をするついでにフランス語も習得していた。しかしいざここだと決めていた修行場所に何度も電話をかけてもなかなか受け入れてくれなかった。ようやく見習いとして入れてやると返事が来たのは修行の決意をしてから1年後のことだった。思えば現地での生活は難なくスタートさせることができたと思う。しかし修行先の三つ星レストランでは毎日のようにボロカスに言われてしまった。普通だったらそそくさと逃げ出していてもおかしくはない評価だったはずだ。だが根っからの料理人である僕の精神はずぶとくへこたれなかった。何より料理人の世界の最先端を走る人たちの覇気に触れたことで、自分が胃の中の蛙であったことを身をもって体験する日々だったのだ。ようやく手に入れたこのチャンス、絶対に無駄にはしたくなかった。おかげで追いついてやろうとやる気が湧き上がったのだろう。僕はその後、自分でも断言できるほどメキメキと成長していったのだ。いつしか店のメニュー開発に参加できるまでに成長し、店の主力を担うようになったと言っても過言ではなかった。しかし、優れた技術や味に触れ続けた僕は、いつしか自分の理想を見失ってしまった。俗に言うスランプである。正解を見出せない中で辛い日々を過ごしていた。そんな時のことだ。実家から仕送りが届いた。中身は僕が大好きな駄菓子の数々。スランプで落ち込み悩んでいる中で、それを食べているとだんだん昔のことを思い出していった。そこで何より色濃く思い出されたのがキッシュだった。僕はその昔、父親が作るキッシュが大好きだったのだ。父もこのキッシュには誇りを持っていたようだ。この味が自慢で店を始めたと語っていた姿が印象的だった。それからというもの、学校のテスト期間や高校入試の時の勉強で夜遅くまで起きている時も、父親はキッシュを持って応援しに来てくれた。母さんも弁当に気合を入れてくれたり、お守りを持たせてくれたものだ。母の愛と父の真心、二人揃って僕の心を温め続けてくれたおかげで、僕はどんな時も頑張れたのだ。中でも何度も食べたキッシュの味とレシピは、脳と手のどちらもが覚えたのだ。また、僕が高校生になる頃、弟は中学生に上がったばかりだった。その頃になると、店も繁盛するようになり、父は忙しくなっていった。そんな彼に代わって、僕は弟が勉強で大変な時に、キッシュを作ってあげていたのだ。こうして徐々に母親と一緒にキッチンに立つことが増えて、これは親子の味だねと言い合ったりもした。思えば
弟が美味しそうに食べてくれているのを見て、料理人を志すようになったのかもしれない。立派な料理人になるためにフランスに行くと父に伝えた時に、父は満面の笑みで、満たされた皿は客を幸せに、食べて空になった皿は俺たちを幸せにしてくれる、だからお前も客が最後まで食べきりたいと思える優しい一皿を目指すといい、と言った。その顔は父親の顔でもあり、そして僕が目指すべき料理人の顔でもあった。とこんな具合に自分の原点と父の言葉を思い出した僕は、一気に今までの悩みを吹き飛ばすことができた。すべて料理というものの前にしてみたら小さな悩みに感じたのだ。そのおかげで僕はスランプを抜け出すことに成功。自分らしい料理を見つけることができたおかげで、修行先のレストランにメニューを提案する夢も叶ったのだった。ちょうどその時期だろう、偶然にも夏目先生がフランスに来ていたのは、彼女は現地の料理に触れ、今後の著書の参考にするために渡仏していたのだ。この時に僕の料理を食べ感激を受けてくれたということである。この頃は僕も波に乗っていたのだ。自分だけの料理、すなわちスペシャリティがあと一歩で組み上がろうとしていたほどだった。しかしそのタイミングで日本から連絡が入った。父が倒れた。この知らせにより僕は修行先に事情を説明し、急いで日本に飛んで帰ってきたのだった。そして今に至るというわけだが、僕たちのレストランはもうすっかり有名だ。倒れた父親も復帰し、今では厨房で副料理長として僕らを支えている。母も母で経営を担っている弟のアドバイザーとして運営を手伝ってくれているのだった。そんなある日、僕の携帯に一本の電話が入った。それは驚くことに、修行時代にお世話になったシェフからだった。ちょうど日本に来ているから、ぜひともお前の店に行きたい、とのこと。そこで僕たちは急いでシェフたちのために席を用意することにした。そして当日、シェフたちが来店。僕は自分の両親と兄弟を彼らに紹介した。そんな和気あいあいとしたフロアとは対照的に、厨房では緊張が走っていたようだ。みんな、あの人がシェフの師匠か、おっかねえと、その貫禄ある見た目にビビっていたのだった。いくらか会話をした後、早速シェフたちに僕の料理で組んだフルコースが提供されていく。一品ずつ運ばれていくに従って、僕は自分でもわかるほどに緊張して表情がこわばっていた。今までの僕のすべてをかけて作ったコースだっただけに、思い入れも半端ではなかったのだ。冷や汗が全身を駆け巡る頃、すべての提供が終わり、シェフは口元を拭いながらこちらに向き直った。僕はごくりと生唾を飲み込みながら、いかがでしたかと聞いた。すると彼はゆっくりとうなずきながら、素晴らしかったと言った。たった一言されど、その一言に全てが詰まっていた僕は、心底安堵を覚えながらほっと息をついたのだった。最後に修行先のシェフは、次も楽しみにしていると言い残して店を出て行った。それからというもの、僕たちの店は名店のうちの一つに数えられるようになった。ここで一つの疑問が浮かぶのだが、修行先のシェフたちはなぜ日本にやってきたのだろうか。基本あの人たちは店が忙しくてなかなか海外に行くことができないはず。それでも日本に来て自分の店に来てくれた理由は何なのだろうか。いろいろ考えて導き出した結論なのだが、彼は僕が自分の料理をスペシャリテと自信を持って呼ぶことができていなかったことを見抜いていたのではと思う。もしそうだとしたら、やっぱり僕はあの人たちには頭が上がらないなと思う。感心するばかりだ。自分もいつかあんなすごい人たちと同じ境地にたどり着けるだろうか。きっと道のりは遠いだろうけど、これからも努力を怠らない姿勢を固める僕なのであった。僕も最初は
自分の経験と実力ならば忙しい店でもついていけるだろうと考えていた。しかしそれは甘かった。トップレベルのラインで勝負し続ける人たちの厨房には忙しさだけでは感じることのできない熱があった。もしずっと実家の店にこもってしまっていたら、きっと僕はぬるい料理人のまま成長することができなかったに違いない。どんな世界でも本気で上を目指すのならば、一度苦しくなるほど暑苦しい場所に飛び込んでみるのも大事だと気づかされた。これからは自分の店がそういう場所であれるように、自分が持てるすべての情熱をたぎらせて料理に挑もうと思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。君、いらないんだよね。え？君は本社にいらないよ。首か田舎に左遷かどっちか選べ。突然告げてきた国立大卒の部長。お前みたいな無能はいらないんだよ。俺にしか作れない部品があるとこの部長は知らないのか。そう怒鳴りつけてきた。じゃあ首で。本当はいろいろと言い返したいところだったが、理不尽に怒鳴られたことでついそう返してしまった。仕方なく俺は荷物をまとめ会社から立ち去った。翌日、取引先との資料を見た部長、真っ青になって俺に電話をかけてくることになる。俺は森永拓人、30歳で妻と幼稚園の娘がいる。俺は手帳会社の法人営業部に勤めている。専門学校を卒業後ずっとこの会社に勤めてきた。あ、森永さん、お疲れ様です。あ、はい。森永さんって無口だよね。うん、ちょっと話しかけづらいかも。本社勤務を続けていたが、もともと人付き合いが苦手で人と話すときは緊張してしまう。だから自然と会話を避けてしまい、口数も減ってしまっていた。それにより他の社員ともそんなに関わらず、一人部署みたいな感じで仕事をしていた。まあ森永さんの仕事は完璧だし、それに真面目だから安心して任せられるね。仕事に真剣に向き合っていることもあり、周りからは非常に真面目と評価されていた。まあ俺は仕事に夢中になっているだけなんだが、無駄口を叩くこともせず、朝から晩までひたすら自分の仕事に打ち込んでいた。ただいま。おかえりなさい、タクト。おかえり、パパ。家に帰れば愛しい妻の彩香と娘のカリンが出迎えてくれる。家の中は可愛らしい手作り雑貨でいっぱいだ。玄関で妻と娘と一緒に出迎えてくれる猫のぬいぐるみ、壁に飾られている動物の刺繍絵画、コルクボードに吊るされた某アニメキャラを模したキーホルダー、ちょっと不思議な感じを醸し出している小さなランプ、すべて手作りされた雑貨は華やかに家を飾りつけていた。すぐ夕飯の準備をするわね。ああ、ありがとう。カリンもお手伝いする。じゃあパパと一緒にランチョンマットを敷こうか。うん。夕食の時に敷かれるランチョンマットにも娘が喜びそうな可愛らしい刺繍が施されている。実際これを初めて見た時、娘は大喜びだった。これ幼稚園にも持っていきたい。それはちょっと、お外に持っていくと落としちゃうかもしれないからね。決まった場所に置いておこう。うん、わかった。そう言ってくれた娘に俺も嬉しかったものだ。他にも娘がひらがなやカタカナ、アルファベットを覚えられるようなおもちゃもある。文字の形をしたフエルトのおもちゃ、木材に文字が彫られた積み木などだ。そのおもちゃのおかげでまだ幼稚園の娘も楽しく文字を覚えていた。とはいえ
決して英才教育をしているわけじゃない。ただ遊びながら覚えられればいいな、くらいの感覚だった。妻もそんな感じで、一緒に遊びながら娘に聞かれたら教える程度で、妻の方から敷いてる様子はない。温かい雰囲気の家庭で、すくすく育つ娘。パパ、カリンこのお人形がいい。どれどれ？ああ、これなら大丈夫だ。あんまりカリンを甘やかさないでね。わかってるよ。幼稚園で褒められたご褒美なんだ。ならいいけど。仕事ではあまり話さないが、家庭では笑顔で会話をすることができていた。勤務歴はそれなりに長いが、俺は会社で特に役職にはない。とはいえ、出世したいとかそういうのはなく、今の業務が続けられれば、役職などつかなくてもいい。それぐらい、この業務内容が、俺には合っていた。一度始めれば集中することができ、会社での時間も充実して、最高だった。このまま定年まで同じ仕事をしていたい、そう思えるほどだった。そんな風に仕事も家庭も充実していたが、それがあっさりと壊される事件が起きた。本日からここで部長を任せられることになった岡田だ。よろしく頼む。春の人事異動で新任の部長が移動してきた。それが岡田啓太だった。いいか、学歴が低いやつは大した仕事なんてできないんだ。それに引き換え、大卒、それも有名な大学を出ているやつは優秀な仕事をしてくれる。その岡田部長は学歴主義だった。岡田部長自身も国立大卒らしい。本社にいる社員たちの中には高卒も専門卒ももちろんいる。しかし俺たちがいる部署の社員は大卒社員が多かった。この部署で専門卒は俺くらいしかおらず、それで俺に狙いをつけてしまったらしい。おい森永、上司が入ってきたんだ。ちゃんと挨拶しろ。え、しましたが。声が小さいんだ。岡田部長は何かにつけて俺を目の敵にしてくるようになった。そもそもなんで専門卒が俺に指示を仰ごうとしない。一人で黙々と気色悪い。どうやら俺があまり人の指示を受けずに一人で黙々と業務をこなしている様子も気に入らないらしい。あまり気にしないでくださいね、森永さん。ああ、岡田部長は自分に指示を仰ぐタイプの部下が好きらしくて。そう同僚から聞かされて納得した。俺には大声で睨むような視線を向けてくるが。岡田部長、こちら終わったんですが、次はどうすれば？ああ、次は。何かにつけて指示を仰ぎに行く後輩にはニコニコしながら優しく指示を出している。ある意味分かりやすい人だ。森永さんには森永さんにしかできないことがありますからね。ありがとうございます。いえいえ、じゃあ俺も睨まれる前に仕事に戻ります。そう話してくれた同僚に会釈し、自分の仕事に向き合った。確かにここには俺だけに任された業務がある。俺はそれに集中するだけだ。岡田部長もそのうち飽きて俺に絡むのをやめるだろうし。そう考えていたが、後にそれは甘い考えだと思い知ることになる。ある日、法人営業部では来年度の手帳のラインナップを会議していた。うちで扱っているのは主に社員手帳。大企業相手に、来年の御社の社員手帳はこんなデザインでいかがでしょうかとサンプルを持ち込んで営業する。取引先ごとに防水加工必須、とにかく小さめに、ほこり厳禁など要望が違うので、いろんな企画を作らなくてはいけない。そのため会議は長時間になってしまっているらしい。そんなみんなを尻目に俺は通常業務に邁進していた。これは別に会議をサボっているわけではない。
俺に任せられている業務が特殊で、会議参加を必要とされていないからである。そのため、俺は会議中も自分の業務に集中していた。おい、何をしてる森永。え？なんで君だけ会議に参加せずにここにいるんだと言ってるんだ。それはみんなが知っているはずだった。しかし岡田部長はなぜか俺に文句を言ってきた。部署のみんなが会議で大変にしているのに、お前は何をやっているんだ。そうイチャモンをつけてくる岡田部長に俺は困惑をしていた。俺は自分の業務をしているだけですが、岡田部長の剣幕に思わず口ごもってしまった。はあ？これまでも会議よりも自分の業務を優先するように歴代の部長から指示を受けてきました。わかりやすく顔をしかめる岡田部長に説明した。それを聞いた岡田部長は今度はバカにしたような笑みを浮かべる。そうか、君は無能だから歴代部長が会議に来なくていいと言ったんだな。え？どうやら勘違いをしているみたいだが、言われた言葉を理解するのに時間がかかってしまい、訂正する余裕がなかった。これだから専門卒は、ろくな仕事ができない。正直言ってやると、君いらないんだよね。え？君は本社にいらないよ。クビか、田舎に左遷か、どっちか選べ。告げられた言葉に呆然としてしまう。クビか、田舎に左遷？自分の仕事をしていただけなのに？お前みたいな無能はいらないんだよ。言い返そうとしたら怒鳴られたことでまた口ごもってしまった。ほら、さっさと選べ。クビか左遷か。その将来の口下手のせいでうまく言葉も出てこない。クビか左遷か。じゃあクビで。ああ、クビでいいです。怒鳴られたことでついそう返してしまった。クビでいいんだな。だったら無能な君はさっさと会社を出て行け。じゃあやめます。反射で返したが、ここまで言われてしまっては今まで通りに働くことはできない。俺はこのまま退職することを選んだ。そうしてクビが決まり、荷物をまとめて会社を去った。無能なお荷物がやっと消えた。去る時に聞こえた岡田部長の声に肩を落とした。これからどうしよう。俺の頭の中はこれからのことと家族になんて説明しようかということでいっぱいいっぱいだった。結局いい考えが思いつかず、俺は素直に話すことにして家に入った。あ、ポポだ。あら、お帰りなさい。ずいぶん早いわね。早く帰ってきた俺に家族はびっくりしながらも出迎えてくれた。そんな二人に耐えていた涙が出てきそうになった。タクト、どうしたの？パパ、悲しいの？あやか、カリン、俺、クビになっちゃった。震える声で言えば、妻は驚きながらも、とりあえず座って、それで、詳しく聞かせて。そう言って、俺を座らせてくれた。そして、泣きそうになりながら、岡田部長とのやりとりをすべて、包み隠さず話した。そう、大変だったわね。これまでお疲れ様。パパ頑張ったんだよね。いい子いい子。妻も娘も全く責めず、彩香が俺を抱きしめて、カリンが俺の頭を撫でてくれた。本当にごめん。
いいのよ。せっかくなんだからゆっくり休んで。でも生活費とか。大丈夫、貯金だってあるし、店長にお願いしてシフトを増やしてもらうから。しばらくの生活費はパート勤めの妻がシフトを増やして工面してくれると言ってくれた。その代わりカリンの送り迎えよろしくね。ああ、もちろん。パパが来てくれるの？そうだよ。わーい、パパともっと一緒にいられる。娘は俺と過ごせる時間が増えると聞いて大喜びしていた。クビになってすぐそんな風に明るく次へと向かっていける自分の家族を嬉しく思った。二人ともありがとう。いいのよ。あ、そうだ。妻が一度席を立つと一枚のチラシを持ってきた。これなんだけど。プラネタリウム？そう、カリンがパパと行きたいって。そうか、カリン、明日パパとプラネタリウムに行くか？行く、行きたい。じゃあ明日はカリンのことよろしくね。ああ、わかった。一方、俺が出て行った部署では。え？森永さんは？あの人がいないと進まないのに。数時間後、会議を終えて出てきた部署のみんなはびっくりしたように見回していた。この部署の要ともいえる俺の姿が見当たらず困惑していたらしい。体調不良で早退したとか？え？でも机の荷物がないですよ。本当だ。一体どうしたんだ？置きっぱなしにしている荷物すらなく、みんな焦り始めたところで、残っていた岡田部長に俺の所在を聞いたそうだ。無能はクビにしてやった。ガハハ。聞かれた岡田部長は、いい仕事をしたと言わんばかりに笑っていた。それに顔を真っ青にさせたのは同僚のみんなだった。それはダメです。すぐに首を取り消してください。そう岡田部長に進言するが、それはもう後の祭りだった。すでに俺は退社しており、個人的に連絡先を交換していなかったため、俺に連絡が取れない状況だった。一応会社用の携帯もあるが、そっちは机の上に置いてきた。あんな会議にも参加できない無能を置いといて何になる。給料泥棒じゃないか。部長は森永の価値を分かってないんです。怪げんそうな顔をする岡田部長に、宮下課長が取引先との資料を見せた。それは大口取引先との納品条件の資料だった。役職者用の社員手帳には、森永拓人の手作業によるイニシャル刺繍を入れること、それが必須条件として書かれていた。はあ、森永が指名されている？岡田部長は最近移動されてきたから知らなくても仕方ないのかもしれませんが、困惑し始めた岡田部長にさらに同様の条件が書かれた資料が何社分も渡された。それを確認した岡田部長は明らかに動揺し始めた。これは一体。移動したばかりだから事情を知ってるみんなで会議をして次回から参加してもらうつもりでしたが、それがあだになってしまいましたね。森永さんはこの会社で唯一無二の人なんです。俺の比較への刺繍技術は社内ではもちろん、日本中でも数名しかいないレベルのものだった。一度見ればわかりますが、彼のイニシャル刺繍の美しさは目を見張るものです。もちろん俺は取引先の要望に応じて書体も様々にしていた。既存の書体だけでなく、取引先の要望に応じたフォントを作成して刺繍することもある。俺にしかできない業務を担当していたために、他の社員とも関わりが少なかった。また会議にも出席していなかったのだ。
まあ会議に参加しても基本的に内容は変わらないから、その間に刺繍作業をしないと正直納品が間に合わないのだ。ありがたいことに俺を指名してくれる取引先が多いので、納品待ちが山のようになっているのだ。そんな、まさか。今から電話をしても無駄ですね。森永さんは家族との時間を大切にされるので、基本的に連絡を取らないので。やっと俺をクビにしたことの間違いに気づき、真っ青になった岡田部長。次の日、俺に岡田部長は鬼伝したらしいが、その頃久しぶりの平日休みを利用して娘とプラネタリウムを見に行っていたため、携帯は電源を切っていた。なんで出ないんだ、頼むから出てくれ森永。それに岡田部長はブチギレ状態だったらしい。そうなった岡田部長をなだめるのは大変だったと、後に同僚の一人が教えてくれた。綺麗だった。うん、そうだね。パパ、あのキラキラ作れる？そうだな。で、うわ。そんな状況を知らなかった俺は、プラネタリウムから出て、会社からの大量の留守電に驚いていた。パパ、どうしたの？なんでもないよ。とりあえず一つだけ再生してみると、岡田部長の声が入っていた。内容は、悪かった、頼む、帰ってきてくれ、というものだった。君の仕事内容を把握していなかったなどと、本当に悪かったと思っている様子がうかがえた。取引資料を見て、君の業務でどれだけの付加価値がついていたのかも理解した。本当に申し訳なかった。本当に俺の仕事を理解して反省している様子が伝わってきた。カリン、パパちょっとお電話してくるから絵本読んでてくれる？うん、いいよ。近くのベンチに座って素直に絵本を読み出したカリンに微笑み、俺は会社に折り返しの電話をした。森永君、本当に申し訳なかった。はい、謝罪は受け入れました。ですが今週いっぱいは娘とたくさん遊ぶ約束をしているので、有給を使わせていただきます。そうか。来週からは戻ります。戻ってきてくれるのか、本当にありがとう。これまで嫌なことしか言ってこなかった岡田部長から心からのお詫びと謝罪を受けて電話を切った。さ、カリン、今日はお外でご飯食べるよ。やったー、お子様ランチ食べたい。うん、じゃあ行こうか。うん。娘の手を引いて俺はファミレスに向かった。ただいま。ママおかえり。おかえり、彩香。楽しかった、かりん？うん、楽しかった。そう、よかった。タクトも何かいいことあったのかしら？パートから帰ってきた妻に俺は今回の件を詳細に伝えた。もう笑いすぎ。すると妻は大爆笑した。あなたもその嫌な部長に言ってやればよかったのよ。俺にしかできない刺繍のこと分かってるんですかって。言えるわけないだろ。明るく笑う妻につられて俺も笑いながら話した。あなたは謙虚すぎるのよ。もっと自慢していいのよ。そう言って妻はまた抱きしめてくれた。でも確かに俺がもっと言葉で岡田部長ともコミュニケーションをとっていれば、今回の首騒ぎは起こらなかったかもしれないな。パパ、これからもいっぱい刺繍するの？娘がコテンと首をかしげながら聞いてきた。そうよ、パパの刺繍が入った手帳を日本中の偉い人が使うのよ。そんな娘を抱き上げて誇らしげに妻が言った。小学校に入ったら私の手帳にも刺繍してくれるんだよね？ああ、もちろん。わーい、かわいいのがいい。
そうだね、約束。嬉しそうな娘を妻から受け取り、約束を交わした。あ、シフト増やしてって店長に頼んだけど、取り消してこなきゃ。そう言って、慌てて妻は電話しているが、とにかくみんな楽しそうだ。俺のせいなのか、振り回しても何も文句を言わない家族に、また俺は感謝していた。ありがとう、二人とも。この家族を今後も大切にしないとな。パパ、つむりんちゃんの殻に可愛い模様をつけてほしいの。つむりんちゃんに？そう言って娘が持ってきたのは、以前俺が作ってあげたカタツムリのぬいぐるみだ。あげた時は大喜びして、すっかり娘のお気に入りだ。家の中にいっぱいあるウェルトのおもちゃなどの手作りグッズは、すべて俺の手作りだったのだ。そう、上手よ。タクトはお父さんとは真逆で器用だね。教えがいがあるわ。俺は小さい時から裁縫や比較工芸の講師をしていた祖母に技術を習っていた。その上、裁縫の専門学校で体系的にも勉強した。そうしているうちに刺繍の腕はみるみる上がっていった。そうして裁縫オールマイティーになったのだ。その中でも革への刺繍で秀でていたので、それが仕事になった。今の会社には専門学校時代の作品を見てもらい、社長の方からぜひうちに来てほしいと言われて入ったのだ。ちなみに父は別に不器用ではない。どう？こんな感じだな。わあ、すごい。父さんはタクトやおばあちゃんみたいに刺繍はできないけど、こういった小物を作るのは得意なんだよ。刺繍ではなく木材などを使った雑貨を作るのが父の趣味だった。なので積み木やランプのやつは俺が父に教わって作ったものだ。とはいえ、やっぱり刺繍の方が向いている。刺繍をしている間は自分の世界に入り込んでしまうほどだ。さ、できたよ。わあ、VTuberさんのだ。娘のリクエスト通り、つむりんちゃんに今流行りの VTuberさんとお揃いの刺繍を入れてあげた。ありがとう、パパ。どういたしまして。パパ、つむりんちゃんと遊ぼう。うん、そうだね。大喜びでつむりんちゃんと遊ぶ娘に微笑みながら、俺も別の手作りぬいぐるみを出す。ママも混ぜて。そこにまた別のぬいぐるみを持って妻が参加してきた。仲良くゆっくりとした時間が過ごせて、充実した一週間となった。森永さん、森永さんが来たぞ。よかった。翌週、俺が会社に戻ると、岡田部長を含めた社員全員から拍手で迎えられた。なんだか大げさだな。思わず恥ずかしくなって目を泳がせていると、岡田部長が俺の前にやってくる。今回のことは俺の業務把握不足で申し訳ない。そう直接謝罪の言葉も受けた。もういいです。すまない、本当にありがとう。そして岡田部長が移動してくる前と同じように、平和に業務に熱中できる環境が戻ってきた。それどころか、みんなは俺が集中できるようにサポートしてくれることもあって、以前よりも業務が進みやすくなった。今回の詫びも兼ねて一緒に飲まないか？酒がダメなら食事でも構わない。おごらせてほしい。予定より早く終わった時、岡田部長にそう誘われた。まあ、いきなり俺と二人だときついだろうし、部署のみんなで。あれからすっかり落ち着いた岡田部長。もともと悪い人ではないのだろう。こうして気遣ってくれる。そんな部長にうなずき、部署全体で飲みに行くことになった。今回の件は本当に申し訳なかった。もう何回も聞きました。だから謝罪はもういいですよ。
自分が短気なのは分かっているんだ。それにすぐに相手を怒鳴ってしまうことも。どうやら自覚はしていたらしい。できるだけ普段は温厚にとは思ってはいるんだが。確かに普段は部下に対して君と呼ぶが、あの時はお前と言ってきていた。それであんな風に迫ってしまった。君には本当にすまないことを。だからもういいですって。これ以上謝られたら酒がまずくなりますよ。そうだな。岡田部長は困ったように笑った。会ってから何度も何度も謝られてるから、さすがに耳たこだ。そのことなんですけど、俺たちも謝りたくって。そんな話をしていると同僚が話しかけてきた。俺たち自分たちの仕事が忙しくて止められませんでした。それにいずれわかるだろうって森永さんのことを説明しなくて。本当にすみません。今回のことは俺たちにも責任があります。いいんですよ。同僚たちも反省したように言ってきたので、俺は笑って許した。それにみんなも安心したように笑ってくれる。それからは賑やかな雰囲気で飲み会は進んでいった。森永君の刺繍を見せてもらった。本当に綺麗だった。いつから刺繍を？小さい頃からですね。祖母から教わっていました。そうなのか。筋金入りってやつですか。森永さんって勝手に気難しい人だと思ってましたけど、こうして話してみると普通に優しい人なんですね。普通にっていうのがちょっとわからないけど、でも昔から変わってるとは言われてたかな。なんだかわかる気がします。こうして一緒に飲んでお互いの気持ちを話し合うのも大事だな。そう思えるようなことだった。家に帰ってすぐ起きて待っていた妻に報告した。そうだね、たまにはそうやって本音を話す機会が必要かもしれないわね。うん、よくわかったよ。結構あなたって話しかけづらい雰囲気があるもの。そうかな。そうよ。あなたは誰かと話すときに緊張するでしょ。多分それが相手にも伝わってるんじゃないかしら。言われてみて納得した。その上話すのを避けていたからそんな評価になってしまったのかもしれない。実は私もあなたと出会ったときは緊張したのよ。そうだったのか。妻と出会ったのは専門学校の時だった。とはいえ俺は裁縫、彼女はデザイン系と違いはしたが。あの先輩。ん？私先輩の刺繍を見てそれに惚れ込んでしまいました。それでそのもっと先輩の刺繍を見てみたくなって。彼女も俺の刺繍に惚れ込んだと声をかけてくれ、交際するようになった。今はパートとして働いているが、俺が刺繍のフォントに困ったり次のぬいぐるみ作成に悩んでいたりするとアドバイスをくれた。デザインの仕事をしたいとか思わない？今はそんなに。あなたやカリンと一緒にいられる時間の方が大切だもの。もしカリンが手がかからなくなったら考えが変わるかもね。そう笑いながら話していた妻。そんな妻のおかげで俺のセンスも磨かれていった。なんだか嬉しいわ。ん？私はあなたの刺繍もあなた自身も素晴らしい人だと知ってる。それが会社の人にも知ってもらえてなんだか嬉しいの。そういう妻を今度は俺が抱きしめた。そんなことを話した翌日。私もパパと飲み会したい。さすがにカリンには早いかな。俺が飲み会に行ったと聞いた娘が飲み会をしたいと言い出して妻と共に苦笑した。わかったわ。じゃあ今日パパが帰ったら
ジュースで飲み会しましょう。わーい、パパ、早く帰ってきてね。わかったよ。これは今日は急いで帰ってこないといけないな。おはよう、森永くん。おはようございます。おはようございます、森永さん。何かいいことでも？え？口元が笑ってますよ。そんな俺の考えは会社の人たちにあっさり見抜かれてしまった。それに娘とのやりとりを話す。かわいい娘さんだな。森永さんって本当に家族を大切にされてますよね。じゃあ今日はみんな残業なしを目指すか。うわ、それなら頑張らないと。そう言って笑っていた。その日はもちろん残業はせずに早めに帰宅することができた。以前よりもずっといい雰囲気になった部署。それに俺もより一層仕事に励んだ。楽しそうにやるのはいいけど、熱中しすぎるなよ。宮下課長、ほどほどに休んでね。コーヒーを差し入れてくれる宮下課長。この人は俺の刺繍の価値は誰にも変えられないといつも絶賛してくれる。今回のことはすまなかった。課長までもう気にしてないですって。そうだろうな。これ大口会社の注文だ。あ、ありがとうございます。すぐに取り掛かります。急がなくていい。君のペースでやるんだ。それが君の刺繍をより美しくするから。はい、ありがとうございます。こんな風に俺の刺繍を褒めてくれる人のためにも邁進していこう。よし、一息ついたらまた娘のぬいぐるみでも作ろうかな。そんなことを考えながら俺は引き続き刺繍をする。行ってきます。行ってらっしゃい。パパ、行ってらっしゃい。妻と娘に見送られ出社する。おはようございます。おはようございます、森永さん。同僚たちに挨拶をして自分の机に向き合った。さて、今日も俺は山積みの川を相手に一針一針心を込めて名入れしていく。この手帳を使う人にも気に入ってもらえるように丹精を込めて作り上げる。昔からしてきたことが誰かを喜ばせられる。得意なことを生かして仕事ができる。そんな幸せを俺は噛みしめた。森永さん、これ社内の行事予定です。あ、はい、ありがとうございます。相変わらず素敵な刺繍ですね。この刺繍のおかげで俺たちも仕事ができます。大げさですよ。それと同時に苦手で避けてきた人との会話、これも少しずつ克服していこうと思っている。まだ自分から話しかけに行けないが、岡田部長とも他の社員とも少しだけは会話するようになった。みんなそんな俺をせかさずに話してくれる。おかげで俺も少しずつ緊張しなくなっていった。パパ、今度ね、この子とお揃いの浴衣でお祭り行きたい。浴衣か、彩香。任せて。かわいいお揃いの浴衣を考えてあるわ。妻の考えたデザインに娘は大喜びだった。ねえ、パパ。ん？私もパパみたいに刺繍できる人になりたい。私にも教えて。もちろんいいよ。妻のセンスと俺の技術を学べば、娘は俺以上の刺繍ができるかもしれないな。まあ、それはこの子が選ぶことだけど。あら、その紙は？社内の行事予定だよ。そこに書かれていたのは、夏の納涼飲み会。もう何年も行ってないが、久しぶりに参加してみてもいいかもしれないな。そんなことを考える。それから十数年後、俺は
刺繍をさらにパワーアップさせることに成功。今や世界から注目されている。ちなみに娘は、お父さんがたくさん作ってくれたぬいぐるみを私も作りたいの。そう言って、世界に一つしかないぬいぐるみを作る有名女子高生となっていた。こうして続けてこれたのは、家族や俺と関わってくれるようになった同僚たちのおかげだ。それを忘れず、俺は今日も刺繍に向き合った。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。俺の親と同居が嫌なら、家族にはなれない。もう離婚するしかないな。恋愛してる時は、とても優しくていい人だと思っていた旦那が、結婚後に豹変。幸せな結婚生活が始まるはずだったのに。私は立花しおり、31歳の OL 社員。とにかく男運が悪くて、今まで付き合った彼氏は全員ダメ男と言われてきた。最初に付き合った彼氏、たかし。出会った頃とても印象が良くてすぐ打ち解けた。はじめは楽しく付き合っていたのに、だんだんあることが気になり始める。どうやらたかしは競馬が好きみたい。でも最初はそんな素振りを見せなかった。時々用事があると言って約束を断られることがあった。でもそんなに珍しいことでもないし、特に気にしていなかった。しかし、私が遊ぼうよと誘った日に、何度か用事があると断られた時、ある日、男友達から聞いてしまった。お前の彼氏、同じ競馬場にいたよ、と教えられたのだ。びっくりしてたかしに確認すると、気のせいじゃないか、とはぐらかす。何度も平気で嘘をつく人で、結局別れてしまった。二人目の彼氏、ゆうき。明るく盛り上げ上手で、私もそこに惹かれたのだけど、周りに女性の影が絶えなかった。私と付き合っているのに、彼の部屋に女の人のアクセサリーが残っていたこともあったし、彼が絶対買わないような調味料が台所に増えていたりする。決定的だったのは、私が彼の部屋にいるときに、別の女性がインターホンを鳴らしてきたこと。勇気は営業だってごまかしていたけど、何度も浮気をされて別れることになった。3番目に付き合った亮。告白されて付き合うことになった。浮気症勇気との反動もあったのかもしれない。亮は、私をとても大事にしてくれる人だった。ただ、心配性で極端に過保護になることがあって、遊んでいてバイバイした後も、もう家に着いた？ご飯何食べた？寝るね。おやすみ。と、連絡を欠かさないし、寮以外と遊ぶときは、必ず、誰と、いつ、どこで遊ぶか報告をしなくちゃいけない。だんだん個人の LINE の内容も口出すようになり、会社の付き合いもあって約束を守りきれず、喧嘩が増えて別れてしまった。そんな中、今の夫、鈴木正弘と出会う。正弘との出会いは合コンだった。私は合コンには不慣れで、全く楽しめず、一時会で帰ることにした。一緒に行った友達は、気の合う男性がいたようで、二次会どこ行く？と盛り上がっている。輪から離れ、
帰る準備をしていると正弘が声をかけてくれた。あまり楽しそうじゃなかったから気になって、実は俺もこういう場はあまり得意じゃないんだよね。よかったら二人で飲み直さない？私の様子を知っていてくれていたことが嬉しかったし、二人で飲みに行くことに。同じバンドや同じハンバーグ屋さんが好きだったりと、その場で盛り上がった。連絡先を交換し、何度かデートして付き合うことになった。マサヒロは交際してからもずっといい人だった。嘘はつかないし、浮気なんてする素振りも見せない。束縛も特になく、仕事も頑張っていた。仕事はなんと大手 IT 企業の役員。出張は多いけど、自分のことも私の母親のことも気遣ってくれる出来すぎた彼氏だ。実は私の両親は幼少期に離婚している。母子家庭で育ったけど、私の母親は友達のように仲が良かった。ずっと一人で私たちの暮らしを支えてきてくれる母。結婚して孫を見せたい気持ちもある。さらに最近病気がちで、親孝行ができるなら早くしてあげたいという気持ちが強かったのだ。正弘と交際してから1年半くらい経ったある日、突然体調が優れなかった。そういえば生理も遅れている、もしかしてと思い、ドラッグストアに駆け込んだ。妊娠検査薬を試してみると、なんと陽性になっていた。突然のこともあって不安もあったけど、正弘とは結婚の話もしていたし、すごく嬉しかった。すぐに連絡しようと思った。でも実際に顔を見て話をしたくて夜まで待った。お互いの仕事が終わった後会うことになり、私が話を切り出した。落ち着いて聞いてほしい。実は子供ができたんだよね。え、そうなんだ。意外にも正弘はあまり浮かない表情。もっと喜んでくれるかと思ったんだけど、さすがにびっくりしたんじゃないかな。少し考えたくて、頭を冷やさせてくれと言って、その日はお互い自分の家に帰宅した。次の日もう一度会う約束をして、改めて話を聞く。結婚しよう、俺が守るとプロポーズされた。子供ができたことがきっかけではあったけど、大好きな彼氏と結婚することが決まって嬉しかった。妊娠後に籍を入れてから子供が生まれる準備をしつつ、マイホームの話も進めていた。幸せな家庭を築くのがお互いの夢で、子供も授かり、すべてが順調と思っていた。それなのに、正弘のお給料だけでも十分やっていけそうだったし、正弘からの提案もあって、私は仕事を辞めて専業主婦になっていた。次第に雰囲気が変わってくる。正弘の態度が結婚後すっかり変わってしまったのだ。そうすると正弘は私に嫌味を言うことが増えてきた。仕事がなくていいなぁ、気楽そうで羨ましいよと言われる。座りがひどくて寝込んでいる時も、俺の知り合いの人は妊婦でも家事ちゃんとやってたよ、ちょっと大げさなんじゃないと言われてかなりショックだった。そうなのかな、初めてだからわからないけど、辛さは
人によるんじゃないのかなと言ってみたけど、でも何もせずに寝ているだけじゃ困るな。だから最近太ってきたんじゃないの？あまり太りすぎると赤ちゃんにも影響するんだろ？と嫌味を淡々と言ってくる。結婚すると旦那は変わるとよく聞くけど、正直腹が立ってしょうがなかった。でも仕事も辞めてしまったし、妊婦だし、始めたばかりの結婚生活をすぐに投げ出したくない。マサヒロの態度はありえないし、すっごく悔しい。それに出張がやけに多いのが気になる。会社役員でお給料もいいとはいえ、こんなに出張が多いものなのだろうか。相変わらず仲はそんなに良くなかったけど、私たちには一軒家のマイホームを建てるという夢があった。入籍する前に結婚の話をするたびに話していた。ある日、マサヒロが帰宅してからマイホームの家の話をしていると、実家に犬がいるから庭付きがいいから土地は広めがいいかな、母親は和室が好きだから和室は絶対につけたいんだよね、まさかとは思ったけど、マサヒロは義両親と同居するつもりのようだ。ねえ、私同居するって聞いてないよ。私は同居することに大反対。なぜなら私は義両親のことが大嫌いだったからだ。義両親はとにかく信じられない行動が多い。義父は会うたびに私の前で平然としてタバコを吸っている。妊娠中だと伝えてからもそれはなくなることはなかった。タバコの煙は赤ちゃんに影響してしまうこともあるみたいで、と柔らかく言ってみたが、行動は変わらなかった。義母も、孫は男の子じゃなきゃいらないわよね、ということを平然として言ってくる。そんな義両親に私は不満が溜まっていた。それに正弘は守ってくれるどころか義母に余計なことも言っているようだった。つわりがひどい時に家事ができなかったことを義母に伝えていて、あなた母親になるのに早速家事放棄？と激怒されたことがある。私が妊娠中にもかかわらず昼間に連絡をよこして、買い物だから車出してと頼まれる。マサヒロにはそんなこと頼んでいるところは見たことない。一人っ子のためか、ずいぶん甘やかされているようだった。精神的にギリギリの状態の時、支えてくれたのは母親だけだった。あまりの仕打ちに泣きながら電話をしたこともあった。優しく話を聞いてくれて、いつでも母さんはしおりの味方だからね、と言ってくれた。母親も病気がちで辛いはずなのに、心配をかけたくなかったけど、一人では耐えきれなかった。でも母が私のことを心配してくれているのもわかるから、頑張りたい気持ちもある。気になっていた出張についても相談した。そういえば、最近マサヒロの出張が多すぎるんだよね、と家を空ける時が多いことを相談する。いくら役員だからってこんなにしょっちゅう家にいないもんなのかな。子供が生まれたら寂しがるよ。その日は、大手企業の役員だからお仕事を頑張ってくれているのよきっと、そう言って
私を励まし、電話は終わった。そんなある日、買い物のついでに銀行によって通帳の記帳をしたところ、自分の口座からまとまったお金が引き出されていた。私はそんなに大金を引き落としていなかったので、正弘しか考えられない。結婚前に貯めていたお金と生活資金をやりくりして残ったお金を貯めていたお金、子供のことに使ってあげようと思っていた。夜、正弘が帰宅した後問い詰める。お疲れ様。ねえ、ちょっと聞きたくて、私の口座のお金が減ってたんだけど、何か使う必要があった？子供のことに使ってあげようと思って貯めてたんだよね。怒らせて話にならなかったから、嫌だったから、柔らかく聞いた。ああ、一軒家のマイホームの頭金に使ったよ。お前も欲しいって言ってたし、ちょうどいいだろ？話もあんまり進まなかったし、うちの親も一緒に住めるように設計して注文してきたわ。え？勝手に？どういうこと？私は同居に反対してるのに、私の貯金で私以外で話が進んでいるのおかしくない？人のお金を勝手に使うなんてありえない。すると、もう夫婦なんだから二人のものだろうと言い返してきた。役職についてるんだからお給料たくさんもらっているんでしょ。私には生活費をくれるだけで口座の内容を見せてくれたことはないけど、貯金してあるんじゃないの？うるさいな。俺の金はどうしようと俺の勝手だろ。子供も賑やかな方がいいだろうし、俺の父さんと母さんも育児に協力してくれるって言ってるんだ。そんなに拒否しなくてもいいだろう。とうとう堪忍袋の方が切れた。タバコのことだって、お母さんの用事のことだって、あなたが言ってくれたことないよね。私が嫌な思いしてるのに関係ないふりしてるじゃない。うん、わかったよ。俺の親と同居が嫌なら家族にはなれない。もう離婚するしかないな。そう言って離婚届を出された。そう言って正弘は部屋に入ってしまった。衝撃とやりきれなさが襲う。あんなに優しかったのに、どうしてこんなに気持ちがすれ違ってしまうんだろう。どうしていいかわからないし、正弘とは話し合いもできそうにない。妊娠中の体調不良や精神的に不安定なこともあり、これ以上何もする気が起きず、その日はそのままベッドに入った。正弘は朝も何もなかったように仕事に出かけていく。一人でリビングで呆然とする。離婚届を手元に置いて昨日のことを思い返していた。正弘の記入箇所は癌がすでになっている。もうすぐ赤ちゃんも生まれてくるのに、自分は仕事もできないし男を見る目もなかったようだ。不甲斐なさに涙が出る。どちらの選択が正しいのかわからないけど、今のままではダメだ。このまま結婚生活を続けていっても、旦那も義父義母どちらも助けてくれるどころかストレスを与え続けてくるだろう。こんなに嫌われておきながら同居を希望しているのは、嫁の自分を家政婦か何かだと思っているに違いない。決心してペンを取り、離婚届に記入していく。お腹の赤ちゃんのことを思って涙が止まらなかった。離婚届を提出したその足で実家に帰る。母は優しく迎えてくれた。母には家を出る時に連絡をしていたので、私が来るのは知っていたし、私が好きなハンバーグを作って待っていてくれた。お母さん、
ごめんね。こんなことになっちゃって。何言ってるの。あんたの幸せが一番なんだから。それと、生まれてくる赤ちゃんもね。もう、まだ話しかけるのは早いよ。お腹の中にいる時から声は聞こえてるものよ。ほら、おばあちゃんでちゅよ。もう、和やかに話していると携帯が鳴る。一度、二度、三度。仕事が終わって、まさひろが電話をかけてきたようだ。家にいなかったことを不審に思い、連絡してきたようだった。どこにいるんだよ。と不機嫌そうに切り出される。実家だけど、と伝えると、俺の飯は？と、あんなにひどいことを言っておいて、赤ちゃんの心配もろくにせず、自分のご飯のことしか言えないんだなぁ、と悲しくなる。もう家族じゃないんでしょ？離婚届出しておいたから。なんでそんな勝手なことするんだよ。あなたが離婚届置いていったんじゃない。家も勝手に進むし、お金を勝手に使われるし、もうたくさん。さよなら。今度は、義母から着信があった。しおりさん、まさひろから聞いたんだけど、離婚って冗談よね。早く家に帰りなさい。冗談ではありません。まさひろさんがそう望まれたので。嘘よ。冗談に決まってる。あの子はそんな簡単に離婚とか言う子じゃないから。ものすごい剣幕で激怒してきた。その場にいた母にもなだめられ、後日、実家に義両親と元夫が実家に来て話をすることになった。話し合い当日、私の実家に旦那、義父、義母がやってきた。大嫌いな義父と義母、本当は家にもあげたくない。最初は義父が口を開いた。まあ、夫婦喧嘩なんてよくあることだし、どうせ正宏がしょうもないことしたんだろ。ほら、謝って許してもらったらどうだ？と軽く言ってくる。真摯に対応してくれないところも本当に腹が立つ。私はきっぱりと、正宏さんが離婚の話を切り出してきたんです。私はそれに応じただけです。と言った。いや、それはさすがに厳しすぎるんじゃないか？なあ、母さん。普段は何も関与してこないでいる義父も、珍しく顔が青ざめた様子で離婚を引き止めてくる。そしてついに母親から、そうよ。もう家のローンも組んでいるし、四人で楽しく暮らしましょう。という本音が出た。この人はもともと私たちの幸せなんてどうだっていい。単に自分たちが困るから離婚をしてほしくないだけで言っている。自分本位の人なのだ。今までのひどい態度は何だったのかと言いたくなる。私も正宏さんと幸せに暮らせると思って結婚しました。ただお金を勝手に使われたり、私が困った時に取り合ってくれないんです。彼とはもう助け合えないと思いました。もう離婚を決めたことなので、私の意志の固さに聞いて、義母はおろおろと焦っていく様子だった。元夫正宏も自分が原因と知り、泣きながら謝ってくる。そんなにお前が思い詰めていたなんて知らなかった。ごめん。母さんもこう言ってるし、離婚をやめてくれないか。知らなかったも何も。ここ最近出張ばかりで、私のことも子供のこともどうでもよさそうだったくせに、そして一番に自分の母親の希望を通そうとしているマザコンっぷりに、背筋が寒くなった。とにかく私はもうあなたとやっていくのは無理です。離婚してください。お願いします。嫌だ！俺は絶対別れないぞ。義父と義母も
そうだそうだと自分勝手に意見を言ってくる。何度私が言っても引かない旦那と両親にどうしたものかと考えていると、突然母がちょっといいかしらと切り出してきた。これ見てくださいますとばらまかれる写真。そこには正弘と見たことない女がホテルに入っていくところが映っていた。何これ、私もわけがわからない。義母は、正弘はこんなことしないわ、嘘よ嘘よねと大声でわめいている。これは違うんです。正弘は焦って写真を拾い上げる。いくらでもどうぞ、写真はデータでも保存してますので、とにっこり笑う母。義父は手を震わせて写真を見つめている。母は私に正弘が不自然に出張に行っているという相談を受けていた時から探偵に依頼していたらしい。私が受けていた仕打ちや頻度、日時もメモされている。しおりから出張に何度も行ってるって話を聞いていて、怪しいと思っていたんです。この写真を見てもまだ離婚できないと言いますか、浮気相手は正弘の会社の部下とのこと。探偵の調査の結果を見ると向こうにも家庭があると書いてある。探偵を使って人のことを調べるなんて非常識でしょうと義母が抵抗するが、母が毅然と言ってくれた。どちらが非常識ですか、勝手に娘の貯金を使ったり浮気するような人間にしおりは幸せにできるとは思えません。この子を不幸にするなんて許さない。義両親は顔面蒼白で何も言葉を言い返せなくなっていた。正弘は放心状態である。その日は気が動転している義両親と放心状態になった正弘とは会話にならなくて解散したけど、母のおかげで養育費と慰謝料をもらえることに決定。それに加えて家庭ある部下に手を出したことが会社にも知れ渡り、正弘は会社を解雇になった。義両親はというと、年金暮らしなのに家のローンだけが残り膨大な借金を抱えることになった。正弘が必死に働いて返していくようだ。大手企業も解雇になって、これから本当にやっていけるんだろうかと思ったが、知ったこっちゃない。その後の私は無事に娘を出産、母親と二人で住んでいる。娘は2歳、かわいい盛りだ。結婚していた時に比べて随分と穏やかな暮らしが遅れている。母はもしかしたら私よりも誕生を楽しみにしていたかもしれないくらい孫を溺愛。病気がちだったが最近は生活に張りが出てきたと言って経過も良好のようだ。思っていた家庭とは違うけれど、娘と母と一緒に暮らせてよかったなぁと幸せを感じていた。そんなある日、母が、そういえば知り合いで紹介したい人がいるって言ってる人がいるのよ。あんた、とりあえず会ってみる気なーに？と言い出した。え、いいよ。まだ娘も手がかかるし。なんてんの、まだ若いんだから。せっかくおばあちゃんと一緒に住んでるんだから子供は預けていってらっしゃい。何よりパートナーがいるって心強いと思うよ。最後の言葉に背中を押されて、しぶしぶ約束の喫茶店に向かった。今まで散々男に振り回されたからな、気が進まないな。そう思って座って待っていると、素朴な印象の同年代くらいの男性が来店する。どうやら待ち合わせの相手のようだ。少しおっちょこちょいな部分があるようで、座ろうとするときに荷物が立ってテーブルの上に置いてあった水のグラスを倒してしまった。あ、すみません、すみません
と必要以上に何度も謝る彼。謙虚で優しい人だなと好感の持てる人だった。その後何度か会うようになり、子供好きなようで娘の扱いも慣れている。娘自身も可愛がってくれて懐いている。聞くと職業は保育士をしているとのこと。道理で子供の扱いがうまいのかと納得した。ある日、夏で大勢でバーベキューをすることに。みんなで楽しく焼いたお肉や野菜を食べて花火をした。その夜、僕と結婚を前提にお付き合いをしてくださいと告白された。付き合う前だしバツイチだしと遠慮したが、どうしてもしおりさんと家族になりたいと嬉しい言葉を送ってくれた。半年間の交際を経て結婚。大きい金額ではないが、彼が二人で使おうと思って貯めていましたと言ってくれた貯金を使って小さな家を契約した。今はあの辛い日々が嘘のように幸せな日々を送っている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。